なこう手リラックスした状態だったよね。さあ手を高くしたり例えば横に上げたり前に出したりして安定する場所をちょっと探してほしいんだよね。でさっきよりも手上げたらバランス取りやすいっていうこと取りやすい場所が多分出てくるんだけど、なんで取りやすいかっていうことを今連動部分の肩甲骨をまずしっかり使えるかなっていうのが一つで、まっすぐ立ってる例えば、まあ、イメージはしてみると平均台とかですごい細いとこなかなかこういけないものがイメージとしても絶対こう手でバランスを取ってですこの肩甲骨っていうのがしっかりと体幹胴体部分を安定させる効果があるのでよりここの一番筋肉の重いところ中心重心がずれにくくなるっていうのが一番。じゃあもう一回30秒手はもういろいろ試してみてもいいし片手だけ上げてもいいし人によっては右肩だけ上げると取りやすい。さあじゃあちょっとやってみましょうかね。レディー2個高さは何でも自分の中ではこれが忘れやすいので、ちょっと見つけながらやってみます。さあ